会場となったコングレスエキシビションセンターローザンヌ世界伝道国際会議は1974年7月16日から7月25日に開催された世界伝道のための国際会議。現代の福音主義キリスト教に最も影響を与えたローザンヌ制約の採択で有名であり、制約の文書基礎委員長はイギリスの神学者ジョン・ストットが務めた。 会議は4000人以上の福音派キリスト教の指導者がスイス、ローザンヌのコングレスエキシビションセンターに集い、世界に福音を述べ伝える使命の進展、資源、方法について論じられ、非常に大きな世界的影響を与えた。会議は合衆国の福音伝導者、ビリー・グラハムによって招集され、150カ国以上の福音主義指導者が集まった。開催地ローザンヌは、 1972年10月に決定した。会議のオフィスは1973年4月に設けられた。会議の主題は全地に主のお声を聞かせようであった。ローザンヌ会議は1966年にベルリンで開催されたベルリン世界伝道会議のフォローアップとして1972年8月ビリー・グラハムによって発表された計画である。 ローザンヌ第2回世界電動国際会議は15年後の1989年、マニラで開催された。ローザンヌ第3回世界電動国際会議は2010年、ケープタウンで開催された。ありがとうございます。